7月8日、松山市西消防署で、土砂・風水害機動支援部隊と NBC 災害即応部隊の発隊式と合同訓練が行われました。今回編成された土砂・風水害機動支援部隊は、土砂災害や風水害の現場に特化した部隊です。この日は大雨で土砂の中に埋まった車から生存者を救出する訓練が行われました。はい、ゆっくり行きます。はい。要救助者1名のみ。また、NBC 災害即応部隊は核、生物、化学物質による特殊な災害を想定して結成された部隊です。この日はイベント中に化学物質が散布されたという想定の訓練が披露されました。災害支援に特化した特殊な装備を使い、化学防護服を身につけた隊員が負傷者の救助を行っていました。両部隊の訓練は部隊が編成されて初めてで、特殊車両9台、計43名の隊員が参加しました。全国的にですね、土砂風水害が多発しておりますので、そういった災害にですね、迅速に機動的に対応できるよう、また住民の皆さんの安全安心が守れるよう消防として活動していくつもりです。今回新たに運用を開始した2つの特殊部隊が緊急災害に対する大きな即戦力となることが期待されます。